待たせです。1時間ぐらいやろうかな。わかりたすけさんいらっしゃい、ちげとありがとう。わかさらたむくるりんさんいらっしゃい、わかさはざっぱさんいらっしゃい、たくつずのさんいらっしゃい、わかさはおちょろさんいらっしゃい、わかさはろくさんいらっしゃい、のりさんいらっしゃい。さあ羽どうなってんの、豚豚、まさか高速で逃げた豚ですか。さあ、キリオちゃんが商人で出てくるところかな。あくつささみいらっしゃい、おばちゃんの初めてと聞いてたメガネさんいらっしゃい、おばちゃんもう終わったよ多分。こっからか。3月22日午後2時14分地方裁判所被告人第3控室。嫌な事件だったね。まさかキリオが、あの神谷キリオが。彼女はあなたのマネージャーです。罠を張るのは簡単でしょう。食事で使ったナイフを手に入れることができるのも彼女。授賞式の後の休憩時間、僕その間はずっと昼寝してましたからね。血のついたボタンをあなたの袴に挟むこともできた。僕を起こしてくれたの彼女だったからな。じゃあやっぱり彼女が真犯人です。不死身の伊沢を殺害した。でもどうしてあいつが不死身の、彼女には動機があるんですよ。動機だって一体どんな、この後の審理で明らかになるでしょう。大丈夫、今日中に無罪判決を勝ち取ります。春風のように爽やかな判決をお願いしますよ。なるほどくん、動機、天野ゆりえさんの消えた遺書のことよね。ええ、キリオさんは天野ゆりえさんに依存するようにして生きていた。でもそのゆりえさんが突然自殺してしまった。彼女は遺書を残していたらしい。それを隠してしまったのが不死身の遺産、被害者というわけね。だからキリオさんは不死身の遺産に近づいて、その遺書を何としてでも取り戻そうと考えたんです。そうね、ただ一つ気になることがあるわ。え、そもそもキリオさんとユリエさんの依存の関係、それを私たちに教えてくれたのは誰。ミツルギだ。まだまだ真理の行方はわからないわ。油断しないで。騙されてるってこと。アコサハフィアさんいらっしゃい、イリナシ、オニムラさんいらっしゃい、アクランプスロコンさんいらっしゃい、マコズデス発狂バーガーさんいらっしゃい。では審理を再開します。三剣検事お願いします。法廷より要請のあった証人を入廷させていただく。ヤスいらっしゃい、係長いらっしゃい、アコラン。不死身の伊沢氏の控室で事件を発見した神谷キリオ。あ、まだ持ってる。サザエのカードまだ持ってる。証人の職業は、この事件の被告、大トロ慎吾のマネージャーをしています。わかりました。では、その前に一つよろしいでしょうか。は、なんでしょうか。この場にいる皆さんが考えていることはわかります。被害者と私の関係について興味があるのでしょう。最近は週刊誌にも書かれているようですから。いや、知りませんぞ、ゴシップランドな。裁判長が証人になったらやりやすそうだな。ジム、聞かせていただこう。被害者との関係を、私亡くなった不死身のさんとお付き合いしていました。あら、本当にそうなんだ。ロゼさんいらっしゃい、ありがとう。アクツスラさんいらっしゃい、サザエモン。アクツレスヒポさんいらっしゃい。大トロのライバルであることは知っていましたけど、これはプライベートなことですから。ふむふむ、そうでしょう。プライベートですからな。で
でも私殺してません。誰もそんなことは言ってない。言い出しそうな人がいますから。あなたと被害者の関係はよくわかりました。ではそろそろ証言をしていただこう。あなたが事件を発見した時のことをお願いする。赤瀬です。24個目さんいらっしゃい。プライのベータだな。ポンタさんいらっしゃい。今日もお願いいたしますよ。さっさ、ショーの時間になったので控室の大トロを呼びに行きました。そのついでに富士見野の控室にも行ってみたんです。ついでに、先に大トロのとこにいたってことか。富士見野は死んでいました。私もショックで。その時私が見たのはもちろん現場写真と全く同じ光景です。気絶しそうになったのでグラスにジュースを注ぎました。というこっちゃ。グラスにジュースを。はい。殺人現場にあるものに触ってはいけない。そんなことも忘れるほど動揺していたんです。グラスの指紋はその時ついたということだな。わかりました。では弁護人尋問をお願いします。謎動作だな。ああ、あるある。あるな。落ち着こうと思ってあえてグラスにジュースを入れる。なるほどか。彼女はとても冷静で頭のいい女性よ。それは分かってます。そんな商人を追い詰めるにはまともにぶつかってはダメ。ペースを乱すな。ペースを。彼女のようなタイプは思い通りにことが進まないと苛立つはず。彼女の予想していないところに攻撃しなさい。あなたが攻撃を休んだ瞬間審理は終了するわ。意外なところを突っ込むってことかな。注いじゃうかも。こんばんみ、まさきさんいらっしゃい。嫁の証言を傍聴しに来ました。今からですよ。とりあえず全部揺さぶりたいけど、なんだこのヒットポイントは。私なんでこんなに死にそうなんだろう。おかしいな。順調だっていうね、先週。あと、ジャガさんいらっしゃい。ショーの時間になったので控室の大トロを先に呼びに行った。昼寝してたって言ってたよね。その時大トロさんは寝ていました。授賞式で疲れていたのでしょう。殿様のまま。大トロさんもそう言ってたな。じゃあ彼の食器のナイフを持ち出すことはできたわけですね。私がですか。そんな当て子するような質問やめたまえ。なるほど、当て子。それでは私の方からズバリ伺おう。あなたは大トロ氏のナイフを持ち出したか。いいえ。ふむ、以上証言を続けたまえ。ミコロさんいらっしゃい。割としょっちゅう瀕死でしょうか。最初にすごい突っかかってた。クロムゼさんいらっしゃい。機械やられてた。どこに当てこするんでしょうね。ツーさんいらっしゃい。そのついでに富士見野の控室にも行ってみた。なぜ被害者の控室に。一応付き合ってたって言ってますね。彼もショーに友情出演してくださるはずでしたので。友情ね。やめておきましょうか。やめておこう。何か証拠がない限りこの人が喋るとは思えない。何を見たか。富士見野は死んでいました。私もショックで。ショックを受けた。いけませんか。キリオさんすごく冷静な人だからな。それにイサオさんに近づいたのも恋愛感情があったからではない。いきなり死体を目にすればどんな人間でもショックを受ける。まして商人は若くて美しい。無理もないだろう。赤さと美しさはこの際関係ないと思うけど。ふむ、そうですね。その時、見たのは現場写真と全く同じ光景。
この写真ですよね。あの奥のグラスは自分が置いたって言ってましたね。今日やんないと思ってた。ごめんね、遅くなって。1時間ぐらいかな。この奥と次奥ぐらいまで。ジョナサンいらっしゃい。右胸に刺さってるけど、実際は絞殺なんですよね、この人、死因が。なんかこう、念のために刺されたみたいな。胸にナイフが刺さっていて。このギターケースも、はい、もちろん開いていて、空っぽでした。それで商人はどうされたか。気絶しそうになったので、グラスにジュースを注いだ。ここ突っ込んじゃダメなところなんだろうな、おそらく。わかりやすいもんね。ジュース?テーブルの上にあったトマトジュースのボトルから。でも、飲まなかったんですね。このグラスに口紅の跡がありません。私、気が動転してました。飲まずに置いたんです、グラス。証人、もう一度確認させてください。あなたは死体を発見して大きなショックを受けた。それでグラスにジュースを注いだんですね。それが何か?あの時の私は本当に頭の中が真っ白だったんです。あなたでもそんなことがあるんですか?とても取り乱すようには見えません。失礼ですね。私だって慌てればミスもします。その証拠に。その証拠に何ですか?あ、いえ、その。何でもありません。何を言いかけたんだろう。ちょっと聞いてみようか。証人、どうやらあなたは現場で慌てて何かミスをした。一体そのミスとは何だったんですか。それは私も聞いてないな。すみません、言いにくくて。私、ドレッサーにグラスを置くとき割ってしまったんです、その花瓶を。花瓶というと現場写真の床に写っているあれか。花も落ちてますね。この破片ですか。ドレッサーの上に置いてあったんだけど、肘に引っ掛けてしまってギターケースの上に。それで濡れてたってなってたけど、開いてますよね。なぜそんな重要なこと。すみません、現場も荒らされていたから。花瓶の一つぐらいいいかと思ってしまって。どうやら真実が発見されたようです。証言に付け加えていただきましょう。すみません、でもその他のものは私触っていませんから。花瓶を割ったのは私です。ギターケースの上に落として。どんな花瓶でしたか。ガラスの重い大きな花瓶でした。私、藤見野さんの脈を取ってみようと思って、持っていたグラスをドレッサーに置いたんです。その時に肘で引っ掛けてしまって。キリオさん、しっかりしてそうに見えるんだけどな。それは彼女がそう見せようとしているだけなの。そのギャップに気をつけてね。矛盾なんて見当たらないぞ。さっきも言ったでしょ、そう簡単には崩せないわ。肝心なのは攻撃し続けることですか。彼女を追い詰めることができるのは決定的な証拠だけ。何としても探し出す、迷いちゃんのためには。開いてたって言ってたよね。全く同じ光景です。ここで蓋の部分だけ水で濡れてたんですよね。どこにつけつけるんだろう。ひまさんいらっしゃい。あばくさんいらっしゃい。こんばんは。いらっしゃい。ギャップの話ですか。ベッキーが清純で言ってるのに不倫して離婚届を書かせようとしてるのが抜けました。ちょっとの古いですかね、その情報は。まあ、ね、ギャップでしたね、あれはね。サトスさんいらっしゃい。
ライフないよ、大丈夫？ちょっと待ってよ。セーブできる？できる。念のためのセーブです。ナイスセーン。あれ？ナイスセーン、はよ。おやおやじゃないよ。おやおやじゃないよ。そうだな、ワンパンでやられるんだろうか。ギターケースの上に落として、ギターケースの上に落としてのとこで一回あれしてみるか。ギターを突きつけてみよう。やっぱここだな、ここだな、ここだわ。行くわ。今日の私は冴えている。花瓶を落とした、そう証言しましたね。ええ、落としたのはギターケースの上、間違いありませんか。何か問題でも。何かどころじゃない、重大な問題があります。このケースは蓋の部分が水で濡れていました。しかしそれはおかしい。キリオさん、あなたはギターケースの上に花瓶を落としたと証言した。それならば蓋ではなくケースの中が濡れているはずです。依存系女子サハラと聞いていらっしゃい。配信依存系です。確かにその通りです。さらにこのギターケースにはもう一つ奇妙な点があります。なんですか。現場写真を見ていただきましょう。ああ、そうだね。破片が入ってないわ、確かに。入るもんなのかな？床に花瓶の破片が散らばっています。それがどうかしましたか？花瓶を落とした時ケースが開いていたのならば、花瓶の破片はギターケースの中にあるはずです。あ！それが一体何だというのだ。証人が花瓶を落とした時ギターケースは閉まっていた。それだけのことではないか。しかしキリオさんはこう証言している。花瓶以外のものには手を触れなかったと。確かにギターケースには触れなかった、そう言いました。しかしギターケースが何だというのだ。真っ赤なギターは撮影所にあった。事件とは何の関係もない。まあそうですけど、空っぽのギターケース、確かに関係なさそうだ。ふむ、やはり大した意味はなさそうですね。ギターケースについて詳しい証言は必要ですか？攻撃し続ける、証言させます。サラさんこんばんは、いらっしゃい、こんばんは。空っぽのギターケース。これはこの事件の重要なポイントなのです。は、よくそこまで抜け抜けと言えるものだな。自分でもそう思う。わかりました。では引き続きギターケースについて証言をしてもらいましょう。はい。 YouTube からありがとうございます、こんばんは。ギターケースについて、私も動揺していましたから記憶がはっきりしないんです。ケースは私が開けたのでしょう。花瓶を割った後に。大した問題ではないでしょう。ケースは空だったのですから。なぜケースを開けたか自分でもよくわかりません。うまく逃げたな。ふむ、やはり大したことではなかったようですな。とても懐かしい気分だ、この虚しい感じ。とりあえず尋問します。ふん、とりあえずか。私には縁のない言葉だな。どうこう突っ込むかな。記憶がはっきりしないのに、まあいろいろ証言をしてくれましたね。今ははっきりしたんですか、記憶の方は。まだちょっと。ギターケースはあなたが開けた、間違いありませんか。彼女、誰かが答えの指示をくれるのを待ってるのかもね。
依存というやつか。どうなんですか、証人。そうですね。ケースは私が開けたのでしょう。花瓶を割った後に。待った！全部ゆすりは基本です。間違いありませんか？ええ、多分。どうしてケースを開けたんですか？え？藤見野さんが亡くなっていたんですよ。ギターケースを開ける前に人を呼ぶべきでは。先ほどから証人は何度も証言している。死体を発見して動揺していたと。ふむ、多分私、真っ赤なギターが無事かどうか気になったんだと思います。犯人はそれを狙っていたのかも。そう思って。そんな値打ち物なのか、真っ赤なギター。でもとにかく、大した問題ではなかった。ケースは空だったのですから。でもギターが心配で開けたんだよね。じゃあないって焦るよね。ギターがなかったらさ、大した問題ではないでしょう。ケースは空だったのですから。証人、証人、本当に空だったんですか？うん、そうだよ。慌てなきゃダメだよね。ないってなるもんね。もしかしたらケースを開けた時ギターはまだあったのか。なるほど、龍一、貴様は何年弁護士をやっている。真っ赤なギターはスタジオで発見された。人の話ぐらいちゃんと聞いておく。聞いておきなさい、弁護人。すみません。なぜケースを開けたか自分でもよくわかりません。これ最後ですよね。待った！死体を発見して動揺していたからですか？ええ、多分そうです。このまま続けても意味がなさそうだな。物を言うのは証拠品だけ。試してみるか。さあ、攻撃の手を休めてはダメよ。休んでるつもりはないんですけど。相手は今警戒していない。絶好のチャンスよ。武器があればだけど。武器ならちゃんとあれば、法廷記録にね。法廷記録に。開けてますね。法廷記録、法廷記録。脈を測ろうとしたって言ってたね。プラス神谷桐生の指紋が付着。バチか、バチだな。あれだよね。もう千尋さんになるほど奥に乗り移ってほしい。法廷記録をがっつり見やがる。自殺の報告書は関係ないよね。死亡推定時刻は午後8時15分。マフラーで、刺殺後、ナイフで刺される。絞殺後か。動揺していましたから記憶がはっきりしないんです。花瓶を割った後に、ケースを開けたのでしょう。ケースは空だったのですから。なぜケースを開けたか自分でもよくわかりません。ケースは空だったのですから。一発勝負。いらっしゃい。おかしいな、先週頑張ったんだけどな。見取り図関係ないよね。殿様はヘイ関係ないな。今夏美の写真、控室の廊下で撮影された。これあのシワの部分でしたね。受賞記念の後殿様が何かを告白するらしい。
超恋愛スキャンダルをスクープ。ホテルバンド現場付近の見取り図、詳細で内容を見る。大トロ不死身のスミレの間、中は空っぽで蓋の部分だけ水で濡れていた。被害者の指紋のみ、被害者の指紋のみ。キリオちゃんの指紋はついてないとおかしいよね。見つけてしまった。ケースは私が開けたのでしょう。花瓶を割った後に。ということは、イギアリイギアリ行っちゃう？ここだな。開けたのでしょう。行きます。イギアリ。同じだったな、ギター。あなたがギターケースを開けたはずはありません。函館発見。どうしてそんなことが？簡単なことです。見てないぞ、箱。このギターケースには被害者の指紋しか付着していないからです。あどうなのですか、商人。ん？ということは、殿様兵の格好をしていた人物が開けたってことでいいのかな。でもダブダブだったでしょ。こんがらがってきたな。別の衣装があった。ケースに触れば指紋がつく。発想が貧しいですね。どういうことですか。私がその時手袋をしてたら問題ないでしょ。手袋？どうしてそんなもの。あの晩は授賞式でしたから、私もそれなりにドレスアップしていました。でも瓶には指紋がついてるんだよね。グラスは確か薄手の手袋をしていたと思います。ふむ、なるほど。どうですか弁護人、証人は現場で手袋をしていたそうです。そんなはずはないです。あなたが手袋を？それはおかしいですね。なぜ？私が現場で手袋をしていなかった証拠でも。これですね。指紋が付着。証拠？もちろんありますよ。このグラスです。グラス？このグラスにははっきり残っています。あなたの指紋が。あ、そっか。まあね。片手だけかもしれない。左手で持ったってこと？手袋を取ってグラスにジュースを注ぎ、再び手袋をつけてギターケースを開けた。なぜそんな不自然なことをしたのですか？うく、あれ？メガネ割れなかった今。なんか可愛いの見えたぞ。予備が出たね今。気まぐれすぎるし、交換した。大ダメージな。あ、お疲れ様です。ありがとうございます。パリン。静粛に。どうやらあなたは正しかったよね。何のことですか？あのギターケース、重要な意味を持っていたのかも。ここに衣装が入って、いると思って開けたのか、すでに開けられていたの。でも花瓶を落としたのはキリオで合ってるのかな。そこがまだわからないですよね。では次はくん、おつおつ。重要な意味を持っていたのかも。常に替えのメガネを用意し